して大晦日を過ごすのはこの隣の妻のね実家の方なんですね。では中に入りたいと思います。はい、今何をしているかというと、ハッピーニューイヤーのね、デコレーションをやってるんですね。はい、そしてね、妻はね、一生懸命ね、写真を撮ってますね。今日も美味しそうだよな。俺よく頑張っただろ。はい、今日の料理ですね。普通にご飯があって、これはデザートのね、マンゴーサゴですね。からの定番のこれはアドボですね。そしてこれもね、定番のフライドチキン。はい、これはね、妻の力作の大エビのエビフライ。そしてね、うちの家族の好物はホンパノというね、マナガツオに似た味の魚なんですね。はい、そして、はい、私の渾身の力作です。漬けのね、マグロの漬けの寿司ですね。これは普通のマグロの赤身の寿司、からの、だし巻き、だし巻きを上に乗っけた寿司、この3品を私が作りました。そして、ビーフンですね、ビーフン。で最後に定番の、13種類のフルーツの盛り合わせです。はい、皆さんこんにちは。フィリピン異常生活研究所のエケクです。今日は12月の31日大晦日なんですね。今日で今年も終わりかと思うとね、なんか感慨深いものがあります。で、今日は家族ね、集まってこじんまりとこれからパーティーを行いたいと思うんですけれども、もう12時ぐらいになるとね、かなりけたたましいね音になるんですね、この辺は。さて、どうなりますやら。ぜひ最後までご視聴くださいませ。なんかね、今ね、デリバリーがね来たんですね。で、中身は出ました。レッチョンベリーですね。また今日もね、豚なんですね。Lord Jesus, salamat Lord sa puti mong ihatagkan amo Lord. Salamat Lord sa imong mga guidance ko na yun. Nagkatambayayon ko ni Lord. Salamat ka Lord sa tanong mong ihatag ng blessings. May God jump me. May God bless mama. Lord Jesus. Amen. Happy birthday. おとなしくね、食べるんですね。はい、寿司はね、割と人気があるようですね。チキンマニの、ヤミブランデーと日本のウイスキーですね。
気がついたらね、なくなってましたね。はい、またお金になりました。
っつりね、お金を取らず。というわけでね、皆さん明けましておめでとうございます。自己恋なのさよ、なんかよくわかんないけど今年もどうぞよろしくお願いいたします。1分ね、先の路地にね来てみました。